平成開元の日の1月8日月曜日朝8時の日本海は緩いかすかな温床が右前から吹いてきますが、一応今カメラのマイク部分は覆っていません。それほど影響がある感じではないですね、撮影。あ、左の奥いい感じの波割れてますが、まだスープの面積の広さが人をなんとなく拒んでますね。こちら今かなり強めの温床が正面から吹き始めました。カメラのマイク部分を持っています。サイズさほどありませんが、入ればテイクオフぐらいはできそうですね。手を外すとこんな感じ。気温は6度ぐらいです。風は右前から今温床がそよ風程度というよりはしっかり吹いてます。海にはさほどサイズはないんですけど、入れば乗れそうな波を割れてます。今日終日どうですかね。干潟こんな感じです。川の水が入った跡がありますね。